どうも、こんにちは。ザワチャンネルです。今日はですね、今週末にあります、中部実業団陸上。こちらをですね、今日お話ししてみたいなと思っております。なんといっても、これ、ポスターにもバーン書いてあったんですけれども、1500メートル、なんと、服部勇馬、そして服部弾馬選手が同じ組、ダブルエントリーと。いや、これは盛り上がらないわけがないなと。この1500メートル、かなり面白くなってくるんじゃないかなと思っております。まあね、今シーズンのね、まあ、服部兄弟、服部弾馬選手、そして服部勇馬選手のね、まあ、記録見ますとね、まあ、なかなかピーキングに苦労してるのかなっていう。まあ、勇馬選手はやはり東京マラソンの疲れもあり、そしてね、服部弾馬選手も、トーエネックという新しいね、実業団に入って、まあ、新天地での練習ね、環境になってますので、なかなかその辺のね、ピーキングが難しくて、まあ、金栗記念ではね、弾馬選手13分台出したんですけれども、僕の目の前で走りました、織田記念はね、DNF でしたし、で、延岡もね、まあ、なかなか苦しい走りになってたなっていう感じがしました。まあ、しかしですね、やはり 5000m での日本選手権出場、そしてね、世界への挑戦というのはね、やっぱ服部弾馬選手、まあ、昨年もね、頑張りましたよ。その回もありまして、5000m、お兄さんのね、服部勇馬選手の持っていた東洋大記録を抜いて、東洋大記録を打ち立てると。で、1500m も、服部弾馬選手がね、東洋大の記録持っているんで、ダブルタイトルホルダーなんですよね。そういった面もありましてね、やはり 5000m、1500m というのは得意フィールドでありますんでね、ぜひともですね、この日本選手権に向けて、いいアプローチにね、なるような走りをね、ぜひとも期待してみたいなと思っております。そして、服部勇馬選手もですね、やっぱりお兄ちゃんとしてのね、意志があると思いますのでね、ぜひとも熱い盛り上がる走りをですね、1500m 見せていただきたいなと思っております。そしてまた、まあ、嬉しいニュースが入ってきました。なんと、まあ、怪我で苦しんでおりました、久保田忍選手が 5000m にエントリー。いや、本当ですね、2年前かな、都道府県駅伝があって、あの時、久保田選手ね、福井県でエントリーされてたんですけれども、当日変更下で、まあ、怪我の影響もあったんでしょうけどね、早川選手とこうエントリー変更があったんで、まあ、それぐらい、そこから多分見てないんじゃないかなと思うんですよね、僕はね。はい、そこで、まあ、久保田選手がしっかりと満を持して、こちら 5000m にエントリー。まあ、やっぱりね、久保田選手といえば、第44回全日本駅伝、1分ちょっとの差が、服部勇馬選手。まあ、東洋大が先にね、アンカー区間突入して、その時の走者が服部勇馬選手だったんですよね。1年生の。で、久保田選手が3年生でアンカー区間1分7秒差で突っ込むんですよ。これはどうなのかなと。まあ、微妙な差ですよね。やはり最長区間とはいえ、これはどうなのかなと思ったんですけれども、しっかりとレース巧者のね、この久保田忍選手は、しっかりと服部選手を捕まえて、まあ、結局、ゴールした時には50秒差ぐらいついてましたからね。はい、やっぱあの時のね、やっぱ久保田選手の、まあ、トラックよりもね、本当ロードのイメージがあるんですけれども、こちらトラックでもね、しっかりこのトラックをね、足がかりにしてね、ロード、ハーフであったりね、マラソンであったりでもね、これから久保田選手ね、ちょっとチャレンジしていってもらいたいなと思っております。まあ、本当ね、中部実業団、桜子選手もね、NTN でしっかりとエントリーしておりますんでね、こちらも注目していってみたいなと思っております。さあ、中部実業団、まあ、本当は中部実業団もあるんですけれども、すいません、今日はね、中部実業団をフィーチャーさせていただきました。皆さん、熱い週末に期待しましょう。ザワチャンネルでした。